こんにちは。ギター講師、ウクレレ講師の斉藤雅人と申します。今日はですね、確実に指が動くようになるエクササイズ6選ということで、皆さんに、ご紹介していきたいと思います。はい、私は某大手音楽教室に、9年ほど、講師をさせていただいております。たくさんの初心者の方を、見てきたんですけども、やっぱりね、皆さんが陥りやすいポイント、大体知ってます。最初ね、ウクレレを始めて指がなんか動かないな、動きにくいなって思う方いらっしゃると思うんですけども、これ全員です。間違いなく全員、皆さんやっぱり最初は指は絶対に動きません。この動画をですね、最後までご覧いただいて、できれば毎日、再生してください。で、僕と一緒に練習してもらえれば確実に指が動くようになると思いますので、ぜひトライしてみてください。で、コードをね、パッと押さえるときとかにも、やっぱり指の力必要なんで、これやっとくとですね、非常に、効果的だと思います。ここではですね、クロマチック練習というものをしていきたいと思います。クロマチックっていうのは、半音っていう意味なんです。冒頭でね、ご覧になっていただいたような、はい、あれがクロマチック練習と言います。やっぱり指を自由自在にこう動かしていく、4本の指を別々にね、動かしていくっていうことには、練習がね、どうしても必要になってきます。例えば 100m 走の選手がいらっしゃったとしますよね。その方 100m を走るだけの練習を、してるわけではないと思うんですね。必ず筋トレとかストレッチとかたくさんして、その上で 100m を走る練習、これも合わせてすると思うんですけども、ウクレレや、ギターですね、楽器の練習にも非常に重要になってきます。すごく大事なことなんですけども、必須ではないです。やれたらいいなっていうやつなんですね。毎日やるのがやっぱり理想です。スポーツと一緒ですから。でもなんかこう、めんどくさいなーとか、仕事で帰ってきて疲れて、ウクレレちょっと行きたいなーって時とか、やっぱ息抜きだから、まあ曲だけでいいじゃん、ポロポロ弾いてね、こうなんか癒されればいいじゃんという方多いと思うんですけども、でもなんかそういう時ってこう、コードをうまく抑えられなかったりとか、指が思うように動かないと、やっぱそれはそれでストレスじゃないですか。もう指動かないと、もうってこうイラッとしたことってないですか？僕はいつもあります。やっぱり弾けた方がスムーズに、指が自由自在に動いた方が楽しいんですよね。で、そうなるとやっぱりクロマチック練習、そのまあね、指をエクササイズですよね、これが非常に大事になってきます。で、成果を実感できるとやっぱり人間やりたくなるんですよ。で、これってやっぱりウクレレとか楽器の演奏もスポーツだと僕思っていて、やっぱ筋肉なんですよね。指の筋肉、ここら辺にあるんですけども、筋肉なんで超回復するんですね。この指でね、覚えたこの脳の神経回路をこう成長するためにも、一晩寝るとかちょっと寝るとか、睡眠も大事なんですけども、翌日以降とかにやっぱり効いてくるものなので、それが効くと、あ、ちょっとずつ、まあ、できると、まあ、ところまではいかないけど、動くようになってきてるっていう実感があると、やっぱり楽しくなります。テレビとか見ながらでも、ながら練習でも、洗濯機回してる間、レンジでチンする瞬間、ご飯が炊けるまで、なんかその隙間時間でね、練習できるとやっぱりいいと思います。メトロノームはあれば使ってください。なくても一応練習にはなります。とにかく指を動かしまくることが大事です。はい、毎日この動画をね、再生してもらって、一緒に練習していければと思います。はい、これからエクササイズをやっていきますけども、指のまあ強化、指を鍛えて力強く動かすようにすることと、分離を目指していきます。一本ずつ別々に動くようにしていくっていうことです。そのためにも指をしっかり立てていきます。指がペターってこう寝ないようにしてください。こうではなくて、こんな感じです。第一関節立ててください。爪の長い方はですね、短く切ってください。深爪にならないようにだけ注意してくださいね。はい、1フレットは人差し指担当です。2フレットは中指担当、3フレットは薬指担当で、4フレットは小指の担当になります。どの弦になってもこれは変わりません。こんな感じです。はい、じゃあやっていきましょう。最初のフレーズこちらです。ちょっとやってみるとこんな感じです。3回繰り返します。2回目、
はい、こんな感じです。終わったら2弦、3弦、4弦っていう風にですね、全部の弦でやってください。はい、指をしっかり立てることがポイントです。指がペターってならないようにやっぱりね、してください。指の先端部分で押さえていきます。で、ルールとしては一度押さえた指は押さえっぱなしです。1、2、3、4、人差し指、中指、薬指、小指って押さえていきますけども、人差し指はもう実はずっと押さえっぱなしです。人差し指で中指、次2フレットいきます。その時に人差し指離さないでください。で、次薬指で、最後小指、小指までいったら全部の指押さえてある状態です。もうね、音関係ないですけども押さえておいてください、この下の3本。はい、親指は真ん中よりちょっと下ぐらいの第一関節です。第一関節でネック触れてください。まあ、もしくはちょっとこの指の腹いってもいいですけど、指の先っちょとかならないようにしてください。悪い例はこういう感じで、親指でこう押し出す感じでこういう風になっちゃってる方ダメです。 NG。 下に持ってきてください。こう、ちょっと多分これだけでも結構きついと思うんですけども、手の甲が前の下に見えるような感じです。こういう風になっちゃったりしないこと。手首が上に上がった瞬間にウクレレは全て弾けなくなります。全て、ごめんなさい、 99% 弾けなくなります。こうです。特にこのウクレレエクササイズ、4本の指のちょうど中央ぐらいに親指置いてください。なのでここら辺です。これがこっち側に来てしまうと、ちょっと小指がですね、力入りにくくなっちゃうんですね。こっちは力、親指の力加わるけど、こっち側は弱くなっちゃうので真ん中です。4本の真ん中に置いとくと、4本の指に均等に親指の力が加わりますから、ここに置いといてください。親指真ん中です。最後に全部まとめてやりますので、そこでね、たくさん一緒に練習してもらえればと思います。あとですね、指を離してから押さえるとか、押さえてから弾くだと間に合わないんですね。これが右手と左手ずれてると、こんな感じで、なんかちょっと音鳴ってますよね、こっち側で。離したり押さえたりした瞬間。これダメなので、やっぱりこう、音を一音一音なるべくギリギリまでたくさん伸ばします。悪い例が、こんな感じで指離れちゃったりとか、次の指を押さえるためにこう、その押さえてた指の力が抜けちゃって、こんな感じで1本ずつしか力を入れられなくな、ない場合結構多いと思うんですけども、人差し指力を押さえたままです。で、中指を下ろします。下ろした瞬間に引くんです。これがずれてると、こんな感じで一度止まってからもう一回鳴る感じになります。押さえ同時に、同時に押さえてください。で、同時に弾く。で、離すと同時に最後1本ずつ離していきます。はい、全部ね、なので人差し指はずっと押さえっぱなしになりますね、このフレーズだと。離す時も音がね、ずれちゃうのはこんな感じで、離してから弾く、離してから弾くってなっちゃうと音が2つに聞こえちゃうんで、離したと同時に弾くんです。わかりますか？はい、なので、このクロマチック1の練習ですね。はい、まあ、なるべく音を伸ばして弾いてみてください。で、3回やって最後1回伸ばして、で、次の弦に行くと。ですね。はい。まずはテンポ60からです。はい、次、クロマチックフレーズ、2番です。
今度は先ほど1、2、3、4、1拍に1つの音だけだったんですけども、今度は8分音符なので2回ずつ弾いてください。1、1、2、2、3、3、4、4でまた戻ります。4、4、3、3、2、2、1、1です。こんな感じですね。これも3回繰り返します。1、最後人差し指伸ばして3、4って数えたらまた他の弦でもやっていきます。で4弦までいきます。ちょっと親指がね忙しくなりますけども、リズムトレーニングだと思って8分です。1と2と3と4と親指ね使ってやってみてください。はい、そしたらですね1弦こうね終わったら同じことを今度2弦でやっていきます。で、そしたら3弦同じ風にやって4弦。そしたらこの下がっていきます。また3弦やって。で、2弦。1弦。はい。これで OK です。はい。そしたらですね、次、クロマチックフレーズ3番。これはですね、先ほどとほぼ同じなんですけども、ただ単純に上がったり下がったりが早くなるっていう感じですね。2音ずつ弾いて、上がって下がってきてたのが、今度は1音ずつ上がって下がってくる感じです。こういう感じですね。はい、こんな感じになっていきます。うん、まあこれ1番のただ倍になった感じですね。1番を倍速にした感じかと思います。はい、これがクロマチックフレーズ3番です。はい、ではですね次クロマチックフレーズ4番ですね。今度は1、2、3、4ってやったらですね、全体的にこの指を1指ずつ上に4本こうガッて上げてください。楽譜上だとなんかすごく分かりにくいんですけども、ただ単純に人差し指がね1フレット担当、2フレットは中指担当、3フレットは薬指担当で、4フレットは小指担当だったものが1、2、3、4ってきたら1フレットずつこう繰り上がっていきます。次2、3、4、5で次横にずらして3、4、5、6で4、5、6、7、人差し指が1フレットから1、2、3、4で5フレットまできます。人差し指基準で考えてみてください。1、2、3、4、5、1フレットから、で次2フレットから、3フレットから、4フレットから、5フレット。はい、5フレットまで来たら、下の段ですね、今度下がっていきます。8、7、6、5。小指、中指、人差し指。で、また1フレット下がって、小指から、7、6、5、4。で、6、5、4、3、小指から、5、4、3、2。で、やっぱ小指から、4、3、2、1。で、最後、人差し指伸ばしておしまいです。はい。下がるときがちょっと難しいですね。この間隔、4フレットのこのブロックの間隔を、このまま下げていきたいんですけども、フレットの幅って、低くなればなるほど、こう、広くなって、高くなればなるほど、こう、狭くなるんですよね。なので、ちょっとその、フレット間隔、慣れていければいいと思います。で、尺取り節みたいに指が鳴らないようにしてください。こうタンタンタンって弾いた後こう縮こまって小指から入って、でまた縮こまって弾いて、こうね、なんかこう伸びたり縮んだりこうするんじゃなくて、もうガッとこの形、指の感覚キープします。これをキープさせたままこう横に動かせますか。こんな感じで、はい、なのでこれがですね重要なんですね。この指の感覚このままで、でそのまま形をふっと下げてください。だからここの状態でキープする、ちょっと筋肉いますよね。なのでこの形をキープするだけでもちょっと疲れるんですよ。これ効いてます、筋肉いいですね。
で、まあ、ちょっとずつこうあの指がこう広がる、この横に広がる筋肉ですね、これも鍛えられていくと思います。でなるべくだったらですね、この指、押さえたり離したりするときに弦から、まあ、5センチ以内、3センチ以内、なるべく近づけてください。離す、押さえるとき、離すとき、小指がですね、こんな感じ。開きすぎちゃって小指がもうめっちゃ遠くなっちゃう。ではなくて、人差し指をそのまま押さえっぱなしなんで、わかりますか？離し、こうね、あの今動かしてない小指もちょっとこの弦に近づけといてください。弦に近ければ近いほどまた押さえるときに少ない運動量とスピ、あとすぐスピードで押さえられますね。ここまで来てるとこんだけ距離があるんで、もう一回弾こうと思った時にめちゃめちゃ大変じゃないですか。これバタつくって言うんですけども、やっぱバタつきダメですね。どうしてもあの押さえる時のこの場所の感覚がちょっと遠ければ遠いほどこう標準定まりにくいじゃないですか。なのでまあここちょっとこうなるべく動かさないように、はい、なので固定するという意味でも力を使います。使ってない指も意識するようにする練習です。使ってない指、次に使うであろう指をやっぱり準備させておくっていうことも非常に重要なんで、最初はすごく難しいと思うんですけども、一応そうなったらいいなっていうふうな感じで心がけてください。はい、次はですね、クロマチックエクササイズ5番です。こんなこれです。はい、先ほどのクロマチックフレーズ4番に似てるんです。同じ形は、一緒なんですけども、今度は5フレットから始まって人差し指が10フレットまで行くっていうハイポジションの、クロマチックフレーズになります。こんな感じですね。で1歩上がって7フレットからで8フレット9フレット10フレット、はい、親指も一緒にこう上ね上がってください。こんな感じですね。で下がっていきます。で高いですね、結構13フレットで12、小指が11 10 9で8か、はい、こんな感じになります。上がってで下がる。人差し指を押さえっぱなしでいいですね。こう上げて下げて下げて下げて、はい、っていう感じです。特にハイポジションがですね、非常に押さえにくくなります。しっかり指立ててください。ちょっと力入りにくいかもしれませんが、立てる、ベターンってこう小指とかこう寝ちゃったり、薬指もねこう寝たりしないように、気をつけてというか、ちょっとずつね慣れてみましょう。狭いフレットでもなるべくこのフレットの中のこれですね、フレットの中のこの中のボディ寄りです、こっち側を押さえてください。フレットの真ん中よりちょっとこっち側です。はい、こっちの方が少ない力で、いい音が鳴りやすいんですね。同じ力でもこっち側行くとこうビビりますから、それがハイポジションでも同じことが言えますね。ちょっとでもずれるとこう音鳴らなくなっちゃいます。これが非常にすごくね、シビアになってくるんですよ、ハイポジションっていうのは。ちょっとそこのね感覚もね、あの慣れていければいいと思います。フレットの上、真上はもちろん鳴らないので、ここダメですからね。分かっちゃいるけどいねっていうところだと思います。はい、少しですね慣れて、感覚的に慣れてみてください。じゃあ、最後クロマチックフレーズ6番です。今度は、ハンマリングとプリングオフを使ったトリルの練習になります。人差し指はやっぱり1フレットそのままなんですけども、こういうやつですね。こんな感じになります。今のですね、右手使っ、最初の1音しかまあ使ってないんですけども、あとは左手ですね。左手で人差し指はずっとそのままです。中指、まずハンマリングといってこう叩きつけます。
ただ気つけて鳴らすんですけど、最初はもう押さえっぱなしですね。最初こう次1フレット2フレット鳴らしたら1フレット下にこう引っ掛けるような感じでプリングというものをします。はい、真上に離すと音止まるんですけども、下にこの指でこう引っ掛けるようにしてこう離すんですね。そうするとまた音が鳴るんですよ。こんな感じ。はい、ちょっと中指の力いります。でこれがプリングで、次ハンマリングというものがあります。今度離した指で中指でまた同じところを叩きつける。ただウィーンってこうねなりますよね。これがハンマリングです。なんかね歌うようなフレーズとか、こんな感じで、ね、使っていったりとかね、メロディーの中で使っていったりすることが多いんですけども、弾いてプリングハンマリングプリングハンマリングプリングハンマリング、これを繰り返すのをトリルって言うんです。でこれはトリルの練習です。まず最初中指弾いたらテラ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 4回やってください。弾いてタンタン2121、そしたら次薬指で同じことします。313131。はい、で小指でも頑張ってください。41。はい、でまた薬指に戻る。はい、なので右手使わないです。最初の1音しか弾かない、使わない。あとは左手で薬指小指薬指。はい、で慣れてきたらこれ 2弦でもやってください。はい、で3弦というですね。かなりきついと思います。はい、ここら辺が多分ね疲れてくると思うんですけども、ただ手首とか痛いとか、なんか明らかにこれ筋肉とかじゃなくて筋でもなくて、なんか骨が激痛走るみたいな、なんかそうなったらちょっと中断してください。痛めないように必ずやってください。もしどうしても痛みが引かないようだったら必ずお医者さんに行ってください。ちょっと僕はお医者さんじゃないので正確な診断が下せないんですね。なのでお医者さんに行ってください。まずゆっくりからでいいです。で1弦だけでもいいですから、まずは他の弦じゃなくて。で2弦とか3弦行った時に他の弦が鳴りやすいと思うんですけども、これはですね、人差し指の例えば2弦だったら人差し指こうペタッと押さえますよね。で指の腹で押さえてください、人差し指だけを。で3弦上の3弦はこのままだと鳴る状態ですから、2弦人差し指で押さえたままちょっと上にこう人差し指を上にこう当てるんですね。こんな感じで、そうすると3弦人差し指の先っちょが当たってミュートになります。押さえつけちゃうと音鳴りますから、下からなんです、絶対に下から。そうするとこう音伸びません。で2弦になります。でちょっと1弦は人差し指の指の腹を少し当てることによって、1弦もこれミュートっていうんですけどね、ミュートできます。はい、不要な弦はなるべくミュートするということが非常に重要になってきます。はい、人差し指1本で2弦はなります。でさらにその周囲1本の弦3弦と1弦はミュートできてます。2弦なる、1弦ならない、ならない、なる、ならない。で、まあ、4弦はほとんど多分当たりにくいと思うんで、ここの場合無視します。はい、でこうすることによってなんか中指とか薬指とかこう思い切りこう押さえて下にガーンってこうプリングしても1弦に当たったとしますよね。指がまあ大体当たるじゃないですか、こうね、こんな感じでこうね開放弦になっちゃったりとか、する時もあると思うんですけども、そう当たっても音鳴らなければ特に気にならないのでミュートしとくと。
はい、というふうにですね、ミュートしておくと非常にいいと思います。特に3弦とかも同じですね。やっぱり、先っちょの方で4弦、その上の4弦を軽く、こう、止めといて、人差し指で3弦鳴らし、押さえて鳴らして、で、1弦と2弦ですね、下の2本はちょっと指の腹とか、この、人差し指の下の方ですね、ここ、軽く触れとけば、ここ離しちゃうとこう音鳴っちゃいますから、軽く触っといてミュートしてください。結構人差し指重要なんです。でこれですごく難しいですけど、こう全部弾いても3弦しかならないという状況になります。はい、これできたらすごくすごいです。でこのクロマチック6番をですねやってみてください。これ僕、なんかテレビ見ながらとか、結構やったりしてますね。なんか指なんか動かさないとあれなんですよ。なんか僕中毒なんで、もう病気なんで、なんか指動かしないともう生きていけないみたいな。なのでなんかこうしょっちゅう やってますこんなこうね。なんかはい、なんかねこう今の今日ご紹介したクロマチックフレーズを自分なりに発展させてもいいです。なんかこれもっと効きそうだなとか、なんかこれこの高いフォードやってみようかなとか、あきついなとか、もうちょっとやってみようみたいな、なんかね、はい、とかね、こんな感じですね。修行ですね、もうね。まあちょっとずつから、ぜひトライしてみてください。ではそしたら最初からね一個ずつやっていきましょうか。尺の関係上1回ずつやりますね。1弦、2弦、3弦、4弦やっておしまいです。できればね、ご自分でやるときは1弦、2弦、3弦、4弦、さらに戻って、1、2、3、4いったら、3、2、1。1往復できるとね、いいと思います。はい、右手はですね、すべてアポヤンドというものでやっていきます。一度弾いた親指、そのまま下の弦にもドスンって落とすような感じで、手首で弾いていってください。親指の先だけでこういう風に、宙に浮かすね、奏法、アルアイレって言うんですけども、二つあるんです。アポヤンドは、下の弦にドスンと落とす。ドスン。この方が、音が太くて、はっきり発音がね、すごく音量も大きいです。一弦は下の弦ないんで、下にしっかり落とし込んでください。ドン。一方アルアイレは空中に浮かすという感じで、こういう感じで親指がねこう他の弦に当たらないように空中に逃げるのをアルアイレっていうんですけど、これはですねちょっと音カリンカリンと細くなるの分かりますかね。こんな感じです。なんかこう一度引っかかってまた鳴る、引っかかって鳴るですから、引くとこう一度こう親指が弦に触れたタイミングで音止まっちゃってるんですよ。こんな感じで、もちろん素早ければこうちゃんと音つながるんですけども、アルアイレで上から下に大きく振るようなイメージで音がつながるようにしてください。音がつながらないというのはこんな感じで、なんかあんまり親指動かさないで弾こうとしてる方に多いんですけども、大きく動かさないといけないですね。実はね、親指が弦に触れてる、時間を限りなくゼロに近づけたいんですよね。さっさっと弾く、じゃないと一度弦にぶつかった親指でまた弦をその弦止めちゃうんですよね。こんな感じで、しっかり音つなげたいですね。それも意識しながら練習してみてください。ワン、ツー、スリー、フォー、2回目、3回目、
弦いきます。2番です。3番いきます。はい、下がります。8フレットを小指から、7フレット、6、5、4、
人差し指最後伸ばして2弦いきます。3、はい、人差し指離さないで5フレットいきました。で戻ります。8 7 6 5 7 6 5 4 6 5 4 3 5 4 3 2 4 3 2 1、指が尺取り虫みたいにならないようにしてください。3弦4弦いきます。3、はい、下がって12 11 10 9 8、伸ばしてはしない。2弦やります。3、はい、7フレット8フレット9で10まで来たら小指13フレットで13から下がります。12小指が10 9 8で伸ばしておしまい。3弦いきます。3、はい、4弦です。戻ります。1弦1 2 1 2 1、薬指小指薬指で中指、次2弦から小指薬指3弦、中指薬指小指薬指、はい、中指から4弦薬指小指なるな、大丈夫、薬指頑張れ。はい、OK、はい、以上になります。どうでしたでしょうか。結構きついですね。最初は1番2番だけでもいいので、こうね、繰り返しやってみて、慣れてきたら3番4番5番6番というふうにですね、だんだんこうレベルアップしてね、見てください。今日は全部60でやったんですけども、もしね、あのメトロノームをお持ちの方、60から70、80、90、まあ
でちょっとずつ1ずつ上げとか上げてもいいです。60からダーッと上げて150ぐらいまではね、なんかできたらいいかなと思います。チャレンジ精神すごい大事です。こちら楽譜ですね、あのクロマチックの、フレーズ集、もしよろしければ無料での配布してますので、僕の、下の概要欄の、DM ですね、あのストロベリーフィーズの、Yahoo の、メールアドレスにクロマチックエクササイズ希望メールのタイトルにしていただければ、お送り、ね、したいと思います。ではでは、ちょっとずつちょっとずつ毎日ね、あの繰り返し再この動画再生してもらって、ぜひぜひ頑張ってみてください。はい、ではでは今日はねこれで終わりたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録そして、いいねボタンを押していただけるとね、すごく励みになります。よろしくお願いします。お疲れ様でした。頑張ってください。